あなたはよくやっているわよ。それにね、私もあなたと同じ、いつでもドキドキしてるのよ。そうなんですか？ええ、新しい場所ではもちろん、同じ場所でもその都度違った顔を見せてくれるわ。だからいつも新鮮な気持ちでいられるし、何よりその方が楽しめるじゃない。そうですね。かあ、いいね、女性同士の語らいってのは。何かこう秘密めいていてさ、いやー、できれば俺もお呼ばれしたいもんだぜ。お主の場合、呼ばれぬでも勝手に混ざろうとするであろう。いやいやいや、ここの方々には常日頃お世話になっておりますので、そのような下世話なことはいたしません。ということなんで、ラディウス、俺たちも男の語らいってやつをするぞ。なんだよそれ、語るんだったら俺の代わりにあの二人と打ち合わせをしてくれ。悪いが、誰か他を当たってくれ。分かったって誰もいないじゃないか。なんだよ、釣れないね。ではでは、我が輩がご同行願います。それはちょっと、てかお前さんが一緒だとお子ちゃまが集まってくるんだよ。それもよかれということです。さあさあ行きましょう。いや、ちょっと待って。行ってらっしゃい。ちゃんとみんなの面倒見るのよ。さすがにアルボルの前では肩なしじゃの。たまにはいい薬でしょね。そうね、こういう息抜きもいいかもしれないわね。どういうことなのだ。国内の情勢も落ち着かぬこの時期にフェンサリルへ侵攻せよなどとは、その道筋としてアンドラ・ラ・ヴェラを越えよというのはわかる。両末の用意が足りず、これだけの手勢というのもあの山脈を越えることを考えれば理解もできる。だが、だからこそこれはあまりに無謀ではないか。今しばらく時期を置き、準備を整えるなり、フェンサリルの一部を取り込むなり、それらの条件が揃ってからでなければこのようなことが成功するはずもない。第一、仕掛ける理由が国境線を侵犯したからというのでは説得力に欠ける。国境侵犯もこちらの言い分であって、フェンサリルは否定しているのにもかかわらず、実際フェンサリルが国境を越えて攻め入ったという話は聞いていない。輪を結んでいるわけではないとはいえ、これではただの侵略に過ぎぬ。この戦、負けるようなことがあれば何も言い訳はできない。それなのになぜ、ヘイルゼン公爵は何をお考えなのだ。将軍、いかがなされましたか。いや、なんでもない。少し早いが、今日はこの辺りに野営しよう。明日からは山越えだ。今日のうちにゆっくり休むように伝えておけ。かしこまりました。
この度はミュレンツ元首にお目通りかない、光栄に存じます。前皇女はご遠慮願おう。私は国王などと違いますのでな。非公式の場ということなので言葉も改めさせてもらう。こたびの来訪は貴殿の連れとなっている兵をエンサリルの市民として受け入れようとのことであったな。はい、彼らは私の無実を信じここまで共に戦ってきてくれました。その恩に報いるために彼らに安住の地を与えてはいただけませんでしょうか。エンサリルはグルグンドやフリムダリルのような封建的な国ではない。自由な気質があり他者を受け入れることにも寛容だ。他国のものであっても罪人でなければ受け入れることにやぶさかではない。が今回は少しばかり事情が違うと思うがいかがか。急な申し出でありお願いしたいと考える者たちも10、20という数ではございません。すぐに受け入れていただけるとは考えていません。そういうことではない。なぜ貴殿の面会を許可したかわかるか。それも非合法でだ。グルグンドが動いているのだな。察しがいいな。その通りだ。グルグンド軍がアンドラ・ラ・ベラを越え我らの領域に侵入してきた。すでに山腹に陣を設けているが攻め入ってこぬのは地の利がないからだろう。グルグンド軍の体制が整わぬ今ならば迎え撃つはたやすい。軍をすべて吐き出せばな。だがそうなると一つ問題が出る。空になったフェンサリルに元グルグンド軍の兵がいる。軍の留守中もしこれらが動き出したらどうなるか。慈悲を請うふりをして侵入し内側から食い破る。そのための牙であったとしたらどうか。疑われるのは元より承知。好きなだけ私のことをお調べください。調べならついている。穏健派の拠り所でもあったホーウェル公爵は見まかりそのごたごたを利用して家督を継いだ者を失墜させる算段を立てる。奴らもこういう時だけは手が早い。他国の者がここまで内情を知っているのは意外か。このくらいのつてがなければ領地大事目先の利に走りたがる貴族連中を相手にはしておれんさ。調べがついているのであればなぜ私たちを疑うんですか。疑ってかからなければなるまい。花から信用した挙句喉笛をかき切られた後気づくのでは遅かろう。何が望みだ。そうさな、このフェンサリルにも軍は存在する。だが常駐する軍はそれほど多くはない。兵として戦うのは市民の義務であるが市民には市民の暮らしというものがある。故に戦以外の時は軍を編成せんのだ。今は気球の時なれば軍を編成せねばならんのだがその時間が足りぬ。回りくどい言い方よのう。せめて民となるならばその義務を果たせくらいは言えぬのかね。わかりました。グルグンド軍を撃退することで信用していただけるのであればこれを最後の戦いと思い戦場に参りましょう。そちらからの申し出とあれば喜んで受けよう。何まだ民とはなっていないものを
兵として徴収するわけにはいかぬだろう。クエン御仁じゃの。そうは言ってくれるな。無論貴殿らだけでとは言わぬ。こちらからも一軍をつけよう。ただ先陣は貴殿に任せたい。それでよろしいか。構いません。手のいい監視付きとはな。何かあれば後ろから一突きってか。何事にも保険というものは必要でな。特に絶対という信頼が置けない場合はなおさらではないか。それだけ張り切ってやればいいってことだろう。それなら望むところさ。ではお疲れのところ申し訳ないが、早速これから向かっていただきたい。承知しました。ここまでは手はず通りか。ユリアン、兵の手配は抜かりないな。仰せの通り、グルグンドから送られてきた装具を着用させた一軍を派遣しております。ですが本当によろしかったのでしょうか。グルグンドから要請のあった半数ほどの軍勢で。そんなものは準備が間に合わなかったとでも言っておけばよい。第一、要求された通りの数を出してみよう。グルグンド軍が対処してしまう恐れがあろう。そうなればあの高顔無視な連中のこと自らの手柄とし、何を言い出すか分かったものではない。今は本を売るよりも我らの必要性を認識させることが肝心なのだ。今回の戦は勝っては被害が大きく、引き際をよく知る指揮官であれば負けても損害を最小限に抑えられる。最も良いのは両軍が消耗することだ。グルグンドとフェンサリルの間で戦端が開かれたという事実、それさえ出来上がればそれでいい。どうした表情が冴えぬぞ。言いたいことがあれば申してみよ。気にするな。還元できる中心の一人や二人いなければな。恐れながら親子としてではなく一人の臣としてご忠心申し上げます。陛下、これが人の取る道でしょうか。野心ある者を撃つ、それは私も止めません。それが我が国を脅かす可能性を持つならばなおさらのことですが、それを行うのに人ならざる者の手を借りるというのは、人の道を踏み外した鬼畜下道の取る行為と言わざるを得ません。なぜあのような得体の知れぬ者を信用なさるのですか。我らは利用されるだけ利用され、捨てられるのがオチです。信用などしておらん。利用されるのではない、利用するのだ。そうはおっしゃいますが、あの力は我らの臓器を逸しております。それを我ら人の身に寄せるとは到底思えません。ならば人を超えればよい。簡単なことではないか。大波が押し寄せるのであれば、それ以上の大波で飲み込んでしまえばよい。それくらいの気概がなければ王は務まらぬ。王とはな、国の支柱であり民の拠り所なのだ。故にその存在は圧倒的でなければならぬ。王となった時点ですでに人ではなくなるのだ。そのことよく覚えておけ。